すする TV。 ゼレゼレ、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、すると睦宮さんのコラボ、まあ、最終章的な感じですね。毎日ラーメン健康生活を送るすするはラーメン店睦宮学芸大学店さんに伺った。いつものようにすすっていたところ、すずさん、そろそろラーメン作っていませんか？いや、めっちゃいいですね、作りたいですと声をかけられ、念願のラーメン屋さんとのコラボラーメンを作ることが決定したのである。というわけでこちらです。ドン、東急東横線学芸大学駅から徒歩5分くらいのところにありますラーメン睦宮学芸大学店さんにお邪魔してます。まあ多分見てくれてる方は分かると思うんですけど、する TV と睦宮さんでコラボラーメン出させていただいてまして、まあ、今日は僕店員としてやらせていただこうと思ってるんで頑張っていきましょう。レッツゴー。さあ、ラーメン睦宮学芸大学店さん、まず来てくださった皆様、本当にありがとうございました。そしてなんと今回すするラーメンをすするにハイジーさん、ウルトラチャンネルの内藤さん、そしてコンマ2センチ竹永さんもお店に駆けつけてくれたんです。ありがとうございます。せっかくなのですするも一緒にまかないすすらせてもらいましょう。こちらがラーメン睦宮学芸大学店さんのすするラーメンです。うわい、何度見てもすんごいインパクト。うわー、すげえ、すごい、色もすごいですね。これは何系なの？これは、はい、僕の地元が青森なんですけど、はい、味噌カレー牛乳ラーメンっていうのがあって、はい、あるんですか？そうなんです、ね、それをちょっと意識してます、ね、それでは早速いただきます。さあ、まずはスープから。カレーの風味もありつつしっかり味噌感も感じられます。牛乳のクリーミーさもグッドです。さあ、もう早速麺、味噌と相性抜群の縮れ麺をすする。ふえー、しっかりスープを絡め上げてもちっと食感がより幸福度を上げてくれますよ。それではここで皆さんの感想も聞いてみましょう。麺もプリプリで、あ、美味しい。おポテトが合わさったのは初めて食べる感じで、多分そうですよね、食べられるんですよ、ないと思うんですよ、やっぱ。はい、ありがとうございます。絡むもんね、ちゃんとスープが。スープと麺で完成しますよね。ちょうどいい味わいになる。皆さんの詳しい感想はぜひ概要欄に貼ってある動画 URL からお確かめください。さあ、ここでベーコンタイム。地元青森県弘前市に匹敵する大きさのベーコンを食らう。ヒュー、これがまたジューシーでスープのカレー風味とマッチするんですよね。では後半はマッシュポテトと一緒にすすって濃厚さを増したり、あんなに食らったのにまだ大きいと言えるベーコンを食らったり、最後まで飽きない技巧を楽しんでラストに味玉食らったら本日も完食です。4月15日までの期間限定なので、まだの方ももう一度という方もぜひすすってください。それではみんなで一緒にコスプレイ。おう、はい、ごちそうさまでした。いやー、睦宮さんに行ってきたんですけれども、いやー、本当お三方ありがとうございました。今日ありがとうございました。来ていただいて本当に、はい、ありがとうございました。満足いただきましたかね。はい、本当に今まで食べたことないラーメンでですよね。まあ、そうです、新鮮でした。スープのクリーミーな感じも、はい、本当にたまんなかったです。はい、なんでこうなったのか分かった。そんなに俺ひどいこと言ってないの。俺何か竹中さんが言うと本当に食べるってなかなかないですよ。ちょっと、まあ、ちょっとこの僕のすするラーメンは4月15日まで一応お店の方でやってますんで、ぜひ、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。本当3名さん本当ありがとうございました。本当にありがとうございました。本当に、はい、皆さんも来てください。はい、おすすめですね。はい、ぜひお願いします。ありがとうございました。はい、それではすするの公式キャッチフレーズ、睦宮学芸大学店さん、みんなの笑顔がご褒美や。はい、それでは今日来てくれた皆さんと一緒にすこいガチャ乾杯していきたいと思います。乾杯。やっぱ絵があると分かりやすくていいですよね。そうですね。はい、徳川家康、空を飛ぶ、おおあれ